ます。日本ではこの異国家カードっていうのがあります。で、この異国家カードにお金をチャージすると、後でいろんなところで、電車とか、お店でとか、いろんなところで使えるので便利だということで、私の兄が教えてくれました。で、このカードを使って、今から電車に乗りたいと思います。で、このカードをまずチャージしたいんですけれども、これを1000円単位でできるそうなんですので、今から2000円チャージしたいと思います。で、チャレンジします。ユーチャー雑誌、多分これですね。これで、多分、これを、今ここにカードを入れます。で、今から2000円入れるので、2000円。で、ここにお金を2000円入れます。初めに506円入っていたんですね。で、2000円チャージしたので、多分2506円、全部で。よし、よし。はい。これが、レシート、領収書ですね。これが、領収書、レシートですね。こんな感じだと思います。で、このイコカカードを使って、電車に乗るときはそれを、タップして、それで通れるらしいです。やってみたいと思います。Kind of.